五三文学は、鎌倉時代末期から室町時代にかけて、全州寺院で行われた漢文学である。草原前輪においても文学が占める位置は、非常に大きかったが、日創造や入本蔵らにより、その前風が日本に伝来すると、日本の前輪においても、文学思考が高揚することとなった。もっとも、前奏の中でもこうした風潮を批判する者がいた。 鎌倉時代に、県庁寺を創建した、蘭慶道高は、古文字を掲げて文学ばかり励んで善行に、励まない僧侶を厳しく批判したが、続いて来日した大旧少年や、無学素言、一山一ネイは文学を通じて、北条と木胸の信任を得るなど、前奏の文学思向は、収まることはなかった。特に一山一ネイは、門人希望者に、化粧作成を課した。 これは、権力の保護を受けた、当時の前輪に、多くの禅僧が集まったが、その中には、破壊的な振る舞いを行う者や仏教に関する、知識も礼儀も備わっていない者が多数含まれており、多宗派からの攻撃の対象となっていた。一山一ネイは、禅行以前の問題としての仏教像としての自覚を、促す手段を文学に求めたのであった。室町時代に入ると、 鎌倉御山や京都御山では、幕府の外交文書を寄贈するという必要性も、伴い、46文を用いた法語や漢詩を作る、際は重視されたことも関係して、御三文学が栄えることとなった。御三文学こそは、御三文化の中心であった。禅の法語をはじめ、詩文、日記、論説などの分野に及ぶ。代表的な詩文集に、義堂修身の空下集、 絶海中津の小健康などがある。また、漢文学の成功に伴って、木版出版も起こった。とりわけ、14世紀後半、京都の天竜で落毛岩や臨戦寺で,らで、春国明原が盛んに出版活動を展開した。これらの木版印刷を五三番と呼ぶ。その大多数は、日本に伝わった草版や原版を復刻したものであり、 古様を伝えるものも多く、半本学的な資料価値が非常に高い。吉沢元、鎌倉後期の全集と、文芸活動の展開 ISBN978 から4から784214327。ありがとうございます。